サンボイダ・リブラガートは、スペイン・カタルーニャ州バルセロナ県のムニシピ。カスティーリャ語による表記は、サンボーデリオ・デルブラコットであるが、カタルーニャ5名が公式名である。リブラガート側の反乱源にある。バルセロナ都市圏を構成する都市の一つである。サンボイに定住地ができたのは、紀元前6世紀頃である。5世紀頃までは、サンボイの近くまで地中海の海岸線が迫っていた。 たため繁栄していたローマ時代の公共浴場跡もあるサンボイではワイン用のアンフォラが製造され、遠くローマへまで売買されていた。サンバルディリ教区教会周囲に定住地があったことは旧世紀から記録されている。バルディリはフラヴィウス・クラウディウス・ユリアヌステージ代にニームで殉教したキリスト教の聖人の名である。バルディリの名に関連した地名にもかかわらず、中世から 村の名は、サンボーイ、または、セントボーイと記録されてきた。ボーイは現代カタルーニャ語の表記である。アラブ人支配は7世紀から12世紀まで続き、バルセロナ南部のリブラガート川反乱源にある都市は、アルカラというアラビア語名で呼ばれていた。リブラガート川以北が、アラブ人支配を約100年受けた後キリスト教国軍のデコンキスタによって取り戻されカタルーニャベイアと呼ばれたのに、 対し、その後数世紀にわたって、アラブ人支配下にあったサンボイを含むリブラガーとカワイナンは13世紀以降、カタルーニャの場と呼ばれ区別された。キリスト教徒の再植民が進むと、サグレラとアルロビナの2つの地区が生まれた。サンボイが建設され始めた近代には、すでに2つの地区に多くの農場ができていた。18世紀には、カプチン海の修道院、 1752年にはバロック様式の教区教会が建てられた。1900年のサンボイはバッシリブラガートで最も人口が多く約5000人が暮らしていた。1935年には人口が1万人を超えた。1936年に勃発したスペイン内戦においては開戦から敗戦まで終始共和派に従った。 内戦終結後の1939年にフランコ独裁時代が始まると都市名は宗教色を排したビラボイに変えられた。その後スペイン5名のサン・バウディリオでリョブレガートに変更されたが民主開港期の1979年にカタルーニャ自治州が創設されると公式名はカタルーニャ語のサンボイダリブラガートとなった。フランコ独裁時代にはアンダルシア地方 エストレマドゥーラ地方、アラゴン地方、カスティーリアイ・レオン地方、ガリシア地方など、スペイン各地の田舎から多くの移住者がやってきたため、1975年の人口は6万5000人に達した。この急激な人口増加に応じて1960年代に、次々と集合住宅地区が生まれたが、事実上スラムと化していた。郊外地区であったこれらの地区を統合して、 サンボイの面積は拡大した。現在は、スペイン各地からの移民よりも、モロッコ、エクアドル、ルーマニア、中国からの移住者が増えている。サービス業が主体であるが、農業も行われており、サンボイ産のアーティチョークが知られている。サンボイに、本拠地を置く、ラグビーチームとして上サンボイ穴があり、ディビシオンデオノールデナ度、 コパデルレイで11度優勝しているスペイン屈指の強豪チームである。バスケットボール選手のパウガソルとマルクガソルの出生地は両親が働いていたバルセロナのサンパウ病院である。パウが6歳、マルクが1歳の時にガソル家はクルナリアダル・ブラガートからサンボイに引っ越した。ありがとうございます。